According to the official website of Vaticano, it explained about one of the most well-known frescoes in Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, a fresco so-called The Creation of Adam, as follows. The Creation of Adam is possibly the most famous of the chapel's frescoes. Like a touch with a finger, God gives life to Adam, made his likeness. It was painted around the year 1511, public domain. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a quite different view and idea about this fresco, The Creation of Adam. バチカンの公式ホームページによれば、システィーナ礼拝堂の天井画のフレスコ画の一枚、つまりアダムの創造として最もよく知られている絵について次のように説明しています。アダムの創造の絵はその礼拝堂の中でも最も有名なフレスコ画である。神は自分に似せて作ったアダムに今まさに指を触れ、アダムに命を与えるところである。1511年頃の作品である。が本当にそうでしょうか。私林博士の解釈はこの解釈とは全く違ったものです。広志林、浜松セリージャパン。この左に描かれている人物はローマンカトリックが説明するようなアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこの動画の中でします。で、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。このシスティーナ礼拝堂の天井にその絵が描かれています。この天井画の中心部にそれが描かれています。矢印で囲んだ部分です。この絵について公式にはアダムの創造と説明されていますが、これはアダムの創造などというような生やさしい絵ではありません。この絵の中には大変な秘密が隠されていました。で、このエポックタイムズ公式ホームページの中にそれが説明されています。この中心ですね、2人の人物が今指と指を合わせようとしているという絵ですが、本当にそうでしょうか。ポルトガル語の言語を日本語に翻訳してみました。ここが今日の最初のポイントですから、もう一度読んでみます。アダム創造の絵で、カペラ・システィーナでは最もよく知られた絵である。指を触れることで、神は彼に似せて作ったアダムに生命を与えるところである。と。左がアダム、右が神。つまりエルシャダイということになりますが、この絵を見る限り左のアダムは神に生命を与えられる前にすでに生きているかのように見えますが、それはともかくも左のアダムはこれはアダムではありません。イエス・キリスト自身です。その証明をこれからしてみたいと思います。
では検証してみましょう。もう一度カペラ・システィーナの礼拝堂に戻ります。壁画を見てください。この中央に描かれている人物に注意してください。この人物ですね、まあ、神ということになるわけですけども、最後の審判をしている神ということになります。この中央に描かれている人物と、先ほどお見せしました天井画の方のこの人物と比較してみてください。アダムということになっていますが、これら2人は全く同じ人物です。顔の、まあ、見る角度が違いますから、やや違って見えるかもしれませんけども、細部を比較していきますと同じだということがわかります。顔というのは違いがないという点で同じと判断します。特にこの鼻ですね、そしてから鼻の穴の表現の仕方、そして髪の毛が縮れている様など、違いがないという点で、まあ、この2人は同じと見ます。角度が違ってもですね、顔は顔、同じ顔は同じ顔ということになります。ここを最初に出ますか、確認しておいてください。ではこの向かって左の人物は誰かということです。その謎を解く鍵が、その壁画自体の中に隠されていました。中央の人物を見てください。そしてその下に2人の人物が描かれています。この2人の人物の中に77という数字が隠し込まれていました。隠し文字です。一文字です。77です。注意深くご覧ください。そしてその77はカバラの非数学、つまり十一種ゲマトリアによればキリストを意味します。十一種ゲマトリアです。この赤い枠で囲った部分に注意してください。拡大してみます。 Christ Simple Gematria 77ですね。すなわち77はキリストを意味します。つまりこの中央に描かれている人物はイエス・キリストということになります。 by 林博士発見です。もう一度確認してください。77ですね、キリストです。そして77はジューイッシュゲマトリア、ユダヤのゲマトリア、わかりやすければ暗号によればキリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはミケランジェロという操り人形芸術家を通して、ここに描かれているのはイエス・キリストであるということを示しました。それが私たち人間に対するメッセージということになります。そしてそれと同じ顔の人物を天井画のあのアダムの創造の絵の中に描きました。左上が壁画、右が天井画ということになります。この二人の人物の顔は同じです。イコール左がキリストですから、右もキリストということになります。アダムなんかではありません。その証拠にもう一度この2枚の絵を見てください。ハンドジェスチャーに注意してください。ハンドジェスチャーです。中指と薬指がくっついています。注意深くご覧ください。つまりこれはシグナム・マラノ、マラノの手です。隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーということになります。ユダヤ教徒たちはキリスト教の迫害を逃れて、密かにキリスト教徒のふりをしながらユダヤ教を信仰しておりました。そのシンボル的なハンドジェスチャーがシグナム・マラノということになります。後のイエズス会、そしてその前後のイルミナティのハンドジェスチャーということになります。このような形で隠れユダヤ教徒たちは自分たちはユダヤ教徒であることを示しました。シグナム・マラノです。つまりここに描かれている神はアダムなんかではなくてイエス・キリスト自身であったということになります。が
左がイエス・キリストであるとするならば、ローマンカトリックにとってはまことにもってまずい絵ということになります。つまりこれはイエス・キリストと神が指と指を合わせようとしているような絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が手と手を離してたもとを分かとうとしている絵ということになります。イエス・キリストと神が別れようとしている絵ということになります。だから右の神の周囲の人物をもう一度よく見てください。ここには笑いもなければ喜びもない。どの顔も恐れ悲しみおののき、そして不安そうにイエス・キリストを眺めています。そして中央にいるエルシャダイと思われる神も何やら険しい表情をしています。これはキリストと神が指を合わせようとしているその瞬間の絵ではなくて、その新約イエス・キリストと神が別れようとしているその瞬間の絵ということになります。